おい、栄志郎、スケボーの練習もせずに、オンニャのことキャンプに行ってたらしい。毎日毎日買い取りばかりやってられないでしょ。そんなことでワイワイで上位に食い込めると思っているのか。いいから早くスケシューを履くんだ。スケボー、スケボーうるさいですよ。上位に食い込んでプロになったからって、それで飯が食えるわけじゃないでしょ。いいから早くシューグーを塗って、キャスパーの練習をするんだ。もうフリスタなんてオワコンでしょ。だいたいこれで飯を食ってるやつなんだ。早く縛れ！エヴァの初号機に乗ってみたい。ガンダムを売り飛ばして老後の資金に当ててやるからな。ふん。お前さっきからお前何ぐち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 言うと。